金山寺は大韓民国全羅北道近、堤市にある仏教寺院。韓国仏教の最大勢力宗派である宗慶宗の第十七教区本寺。弥勒信仰が盛んだったくだらに源流を持つ寺院で、元は宝奨宗の根本道場だった。くだらの寺院で599年に創建された。くだ滅亡後、統一白木の慶徳王の時代に魔法によって重修され、 宝尚集の根本道場になった。935年、極ら末期の多い継承問題で、極ら子祖の県県はその長男神権によって、金山寺に3ヶ月間遊兵された。高麗時代の1079年、慶徳王子により最盛期を迎える。石連大、五十石塔、炉柱など、現存する主要石物は、この頃作られた。 李氏朝鮮の体操による1407年の仏教弾圧の際、存続を許された88寺院の中に金山寺の名前はなく、廃寺になったようである。清掃による1424年の仏教弾圧の際も、存続を許された36寺院の中に金山寺の名前はなく、引き続き廃寺のままだったようである。1592年、日民戦争が始まると、 金山寺は、総兵の拠点として活用された。1596年の慶長の役の際、金後門一つだけを残し、あとは火災で消失した。1635年に主文大師が再建した。左側の建造物が大弱光殿外からは3階建ての建物に見えるが、韓国で唯一の三層報道で、内部は吹き抜けでつながっている。 ありがとうございます。